僕は大体飯屋入ってますけどね。毎日飯屋入って全然いいじゃん。ギーズの場合誰も何も言わん。チーズ。初見の昼飯。最近ちょっとあの昼飯結構伸びるっていうことで、はい、見たいっていうことでちょっと一応撮りますけど、そうですね、つまらなかったら言うしね。はい、皆さん許してくださいお願いします。まあちょっとこういうとこなかなかないでしょ、こういうザ、はい、ザ飯屋みたいなね、え選べるやつね。でちょっと行ってみようか。そうですね。せーの、いただきます。さあ、話しでしょ。俺、あの現場で後ろで立っとっただけだもん。あんま話しでないですけど、めっちゃけすごい、刺身なのかな。確かに、確かに、確かに、ね、僕、納豆です。納豆に、じゃこおろしのじゃこをこっちに入れて、うん、で、ご飯が来たらこれを上にぶっかけ、うん、これもぶっかけ。あー、それいいね、じゃこいいね。あ、はい、納豆と一緒にかける。はい、一緒にかけます。あ、それはうまそうだ。おしゃれな食い方してます。メガネドッグは、おメガネドッグ結構ファンついておるな。メガネドッグマジ可愛いとか、ま、結構コメント入ってる。マンジです、マンジです。マンジじゃない、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 マンジじゃない。ごめんなさい、食べる。これベトナムナイス、これは何ですか。タラコ。タラコ、うん、あのタラコはあのサーモンの卵でしょ。タラかな、なんだったかな。あ、タラサーモンじゃないですよ。タラのコガでタラコか。確かに。ベトナムは刺身ないだろ。ないですね。海苔も知らんの。海苔ベトナム人食べられませんぜ。今日初めて食べる。おい、初めて、ほんとに、うん、食べて。僕ベトナム人食べられないですよ。ご飯につけて食べるとおいしい。そういうことです。じゃあそのまま行きましょう。塩辛い。1個食ったらええんちゃう。ご飯につけて食べるとおいしい。どう、おいしいです。おいしい。あ、大ご飯こっちだな。めっちゃでけえ。でっか。どうして食べる？宣伝しといてくださいね。おいしい。大盛りご飯。いや、言うても僕、あの、1時間前にマック食ってますけど。マジ？そこは食べれる。はい。いただきます。これはすげえ。やべえな、これ。いくつだと欲しい？いくつだ？僕38です。38？ はい。元気だよなぁ。38ですね、38。カンパチみたいな。じゃあ35って言ったら5だよね。え、お値段だよ。いやいやいや、それはありがとう。これ、ショーでこれ、ショーです。やば、ショーでこれですよ。大、これやば、でかやばい。すいません、タッパもらっていいですか。やばいな。あー、でも、そうです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 。ほっとてください、ほっとてください。そのままです。あ、 YouTube がなかったらこのやつで撮ってないんで。YouTube で笑いすぎて笑いすぎて笑いすぎて。これご飯にかけて食うと思うんだ。これ食ったことないだろ。いや、これ、いや、想像より美味しい。海苔、うん、海苔、あー、こうやって海苔、海苔、海苔、飯トークとしてさ、昼飯って大体どれぐらい、何時ぐらい食べる。現場にもよるんですけど、どうしても終わらしてからしか食べれない現場だと2時、3時とかですかね。2時、3時、はい。昼飯食べれない人は結局夕方もう4時、5時になっちゃうなっていう時もあるですね。はぁ、そうなんだ。っていうか、あれ、カタカタカタ、あれ、やばいね。何だろ。すごいね。あの、すごいわ。納豆おろしか38であれ食って、マーク食ってほしょう。視聴者の皆さん、単純にやばいでしょ。それ言われないと元気でやっとれるんだよね。そうです、そうです。わかるわかる。やっぱよう食って、よう寝て、よう〇〇して、よう寝てないでしょ。よう寝てないでしょ、たぶん。飲んどる。お酒は飲んでます。家で飲んでないでしょ。家でも飲むし、最近近所のあのもつ鍋屋さんにずっと入り浸ってる、うん、どこ美味しいの。さくらっていうもつ鍋屋さんがあるんですけど、うん、そこで一人カウンターでずっと店の名前言ってるもんで、来るで。視聴者が、あ、そんなにファンになかったわ。
これ飯入ることってどれぐらいある？そんなないんじゃないですか。週に1回2回あるかないかぐらいじゃないっす。もっとあるっす。まあ、僕もそのコンビニあんまり好きじゃないから、僕は大体飯入ってますけどね。飯入ってみんな好きにしようか。ギーズの前誰も何も言わん。チーズ冗談だったら笑うけど、ギーズの前からは。ちょっと俺これ気になることあるけどさ、現場で怒鳴り散らすってあるじゃん。まあ、柴田君の意見も逆に聞きたいけどさ、ああいうのはもうあった方がいいのか、な、もうない方がいいのか。コメントでさ、なんかもうその古いっていうのとかあるけど、なんか俺はじゃあそういうもんだって思ったけど、なんか最近は別に、俺自分が成長したと思ってるのこれね。最近ほんと営業とかにもう来なくなったの。ほんとに来なくなったの。ここ1年ぐらいで。一気に来なかった俺。まあ、だんだんなんか来なくなってったけど、この1年ぐらいで急に考え方もいろいろ変わって、よく人にもね、別に心つかないと思うぞって言って、いや、いや分かるじゃんって言うようになってんだけど、その辺どう思うかな。え、そう、多分大きい声出してわーって言う時って、うん、やっぱり安全に対しては一番大きいですよね。うんうん、それをね、なんかコメントの書いてあった。あの、いつも怒鳴り散らす側のやつは安全を考えてるから言えんだってコメント書いてあった。見た？バイク1本落とす落とさないにしろ、落ちそうなやつが分かってたらそれを怒鳴ってでもそれを止めさせないいかんっていう頭があるじゃないですか。こっちは全体を見てたりもして危ないことをしてる、それをおーいおーいって普通に声かけて全然聞こえない。じゃあ、怒鳴ってるわけじゃなしに大きい声を張り上げようとした時にたまたまそういう風に聞こえたりもしてるっていうのもあるんですよ。まあそういう時もありますよね。おっつけりんだよ今。うわ、キモ。キモ待ってよ。ただ怒るっていう、まあ叱るっていうのは大切じゃん。ただ怒鳴り散らさんでも確かにいけんかなって。いけたらかっこいいよね、めちゃくちゃ。もうちょっと俺真剣に考えてるの。俺はめちゃくちゃ怒鳴ってきたじゃん。もう本当俺もう監督からリー禁止食らうから怒鳴り散らして、あれだって降りてこいやつ、もう降りてきたやつに向かって遅い方で登ってとったんだよね俺。で中段ぐらいでクラーって上殴っとったけど、もう殴るだけでしょうがない。あれだって降りてきたやつに向かって登ってって登ってバーンって、それ上だったもんね俺当時ね。昔30ぐらいだね、29、30だね俺の。俺はひどかったなって自分で思うけど、でも最近なんかそういうふうに思うようになったな。人が育ったっていうのがあるんだけど、もちろん逆に言えばそのできん子でも怒鳴らんでも育つんちゃうんかなって、育て方によるんかな。どう思う？まあ時には必要だと思いますけどね。やっぱそのやっぱ作業をしてる時でもそうですし、ね、ためにならないですからね、その優しく。今もうなんか変なこと喋られとこうと思って、当たり障りのないこと言ってるもんな。どうですか？僕ですか、うん、そのまあ現場で怒鳴り散らすことに対して、まあ、だんだん時代も変わってきて、俺時代関係ないと思うんだよね。ただ現場仕事でやっぱ頭いいやつが増えてきたなってね、いうか、うん、でよりなんか道具も違うじゃん、そうですね、資材も違うじゃん。で昔ってさ、本当にさ、俺コメントでさ、安全帯も使わんとってたまに来るんだけど、それももちろん正解なんで、ああそうだなと思って俺は思うんだけど、俺らの時代って安全帯使ったのぐらいだったじゃん。てめえ何安全帯使っとんのよ、おらとか言って、ちょんで遅すぎる、それ遅すぎる、何安全帯なんか使ったんやないって、うん、で、ネットに突き落とされるとか、下まで突き落とされるんだもんね、お前。今はもうそれやらんとダサいって、もう今の若い子たちも思っとるわけじゃん。俺は安全帯使うことがダサいとかさ、ビビってんのとか、まあ、そんな感じだったじゃん。だからそのやっぱ時代背景だなっていうのはもちろんあるなと思うんだけど、まあいいことじゃんね、安全確保するっていうことは、うん、でそれと同じで、まあ、怒鳴り散らすっていうのも、うん、そのまあ古い時代があって新しい時代があって、その俺らって YouTube とかって最先端ってなるじゃん。だったらそこ目指しても面白いのかなって、それで回らないのかなって俺すっごい思う。
怒鳴り散らさんと今日でもしょーって言ったじゃん。どうしたの？それはまあ言うのは怒らんからさ、ちょお前に言うとるんだって、はい、あとは材料運びしな考えぐらいはいいと思うんだけど、グラーッってさ、かっこいいと思って言っとんじゃない？もう急いどるもんで、そうですね、のんびり言っとれんっていうのもあるし。でお前の意見はどうなの？職長としてね。僕はなんか、うん、最近なんか持ってきたらば、うん、バー言うじゃないですか。まあ僕も逆にどっちかやったら言う方なんですよ、うんうんうん、まあ手は出んのっすけど僕は、うんうん、まあ、言う方でバーってやっぱ昔まで行ってきたっすけど、最近まあ現場出てないってのもあるっすけど、まあちょっとで、まあちょっと前の現場でみんな大きい現場だったじゃないですか。多分そこでも怒ってたと思うんですけど、怒ると、まあ、そいつ見とると次も怒られて、あの言われとるもん次何をしていいかは多分分からんんですよね。意味が分からん。相手が、そう、相手が、相手が怒鳴り散らされすぎて、僕が例えば言いすぎて、その時に相手が何やっていいか分からなくなるもんで、別に怒るって俺逆にマイナスなのかなと。なんか僕はあのじゃなくて、テンパっちゃって、ね、そうそう、なので僕は別にそんな、やっぱ、まあ、さっきトシ君が言ったように、まあ、安全の面に関してじゃあ危ないことをやってるのに、あ、まあ、危ねえだろうっていうのはもう、まあ、僕は正解かなと思うんですけど、まあそれ急いどるからって別にわー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 吠える必要はないなって僕は思うんです最近。別に例えばそれもやり方もあるじゃないですか。僕らも例えばじゃ休憩の時にじゃあ次はこことこことこうやっていくから、じゃあお前はこの材料だけ段取りしておいてっていう方法もあるし、それ別に怒らない方法っていくらでもあるのかなと。なるほどね。まあコメントでねワンワン書かれそうだからあんまり言いたくないですけど、人間に本当に習慣化させるのね。例えば俺がもうこれミッチに習慣化させるのに、もう例えば朝これで寝坊するわけじゃん。2つしか方法ないと。で一つは繰り返し言うこと。でもう一個はその脳に直接書き込む方法なんだって。その人間って前頭葉がなんかこの前にあるじゃん。知能があるじゃん。で知能に入っても人間って忘れるんだって。だから本能にぶち込むっていうかさ、脳の中にぶち込むしかないんだけど、その方法って脳をびっくりさせるしかないんだって。でそれは何って言ったら一番効果的な方法は怒鳴り散らすんだって。であながし昔からやってることも間違ってない。で俺それがすごい、ちょっと言ってることが間違ってるかもしれないです。これ稲森和夫ファンのね人に怒られるかもしれないけど、まあ俺もファンだから言えるんだけど、まあ尊敬してるんだけど俺ね。あでもね、あのなぁって言って入ったらブーンってなるから、もう それこそテンパってもう脳がもう放心状態です。あの色がグビグビのバーッてしびれとる状態も何でも入る。そういう時って上つけやすい。いやちょっと見てよ、ないよ。でそれってあの宗教の洗脳も同じだと思う。なんか俺聞いたことある、なんか頭バンバン最初に打ちつけて、なんかやらせるとか真っ暗闇の中に、朝原翔子そうでしょ、あのオウム真理教で真っ暗闇の中に閉じ込めて何日間も、で出てきたやつに何言ってもあのブルートに言ってもらったら全て楽しいみたいな。でそれって洗脳の方法だよね。だからまあ怒鳴るっていうのはまあ間違いじゃないと思うんだけど一つね。ただそのまあ怒鳴り方とかその、まあ、例えばまあ普段からどうなるんじゃなくてね、長男こっち来いって言ってバーキーって殴るとかも俺必要だと思うんだよね。まだ現場ってその殴って訴えられるような関係じゃいかんけど、これって本当に殴るでしょ、カメラ回ってないとこで殴るじゃないかね。もう僕もさっき言ったようにやっぱもうその安全の面って、まあ、一番大事じゃないですか、うん、まあ、例えば何かあって、まあ、そいつ死んでもいかんし誰か殺してもいかんし、攻めに関してはバーッ怒りゃいいと思うんですけど、それ以外はでも怒らんでも分かるんかな。まあまあって言っても僕絶対多分できんと思うんですよね。それ僕いざいざやれって言われたらメガネドゥック、お前逆に怒鳴り散らされてどう思う？怒鳴らんでも分かるわ。佐藤のお仕事はいっぱい殴った、うん、怒ってるいっぱい、うん、あとお前それ取り方によっては視聴者間違えた。殴ってる、待ってる。そうそう、でもあの貫禄っていうのはついてくるじゃん。でも別にトシ君とかクラスがさどうなんですよ、ないんじゃない？ジョージ君とか俺思う、あレジェンドとか、レジェンドとかトシ君クラスが別に怒らんでも怖い、お前何やっとるんだそれって、降りてこいって。それって俺は怒鳴るとちょっと違う、怒鳴り散らすとまたなんか怒るって違うじゃん。そうだな、あーあーあーっていうのは怒鳴り散らしちゃうじゃん。それいるかな。で俺もなんかもう貫禄ついてきたって自分で思ってるけど、やっぱ自分が思ってる以上に響いてるなって。
お前これ何やっとんなってやり直せって言っても響いてるじゃん。なくないけど、インターネットでよく言うのでさ、おぉ、面白いって言うと、わーって言われるだろ。まあまあ、もう3年ぐらいで言われんけどな。お前が言ってるもんな、逆に。前、2年前、めっちゃみん、みんな送った、うんうん、でも、それはいっぱい送ったですから、自分で考える。仕事を覚えて、で、運動上手になってやってます。まあ、そういうのもあるよな、はい、怒られたくないから一生懸命やるって。一生懸命じゃない、もし怒ってないですから、うん、自分で頑張ってないし、うん、で、いっぱい怒って、自分で考えて、メンバーどうやって、材料どうやって、で、自分で考える。それで上手、どんどんなりました。あ、要は結局、ちょっとまあ翻訳しようかな、一応お前ベトナム語でしゃべる。まあいつも、もう1年、もう3年か、2年半だな、もう、はい、まあ、毎日怒鳴り散らされるから、もうみんなの言ってることをやっぱもうすっごい後で考えて、うん、もうその時はもう現場に行った時もこんなだったもんな、お前見てるともうあっちもこっちもで怒鳴られるもんで、こっちが「お前待ってろ!」って言って、ショーは「あれ待ってろ!」って言ったよって言って、こっちもこっちもだもんね。ダンスやるけど、ちょうどそんな感じだったわな、お前。テンパっとったよな。いや、テンパっちゃってたよな。でもそれが今あったからこそ、やっぱ言われたくない、覚えようっていう思いがあったから今こんだけ。だから今だって本当1年2年やったね、途中できたやつより全然できるでしょ。で、名称もね、あれ持ってこいってこうやって。そうだよな。でもこいつも積極的っすよね、多分日本語でもそうっすけど、まあ、わざわざこいつは入ってくる。でも本当は勉強したいってのがあるもんね、うん、はい、じゃあ今日は清洲市のひふみ食堂、ひふみ食堂です、ひふみ食堂さんで職人がどのようなチラスについてか、はい、やりまして、まあ、結論まとめると、やっぱどのようなチラスした方がいいってことだね。はい。じゃあまだ答えが出てないから、まだ、まあ、今頑張るのでね、まあ、そうそうやっていきましょう、まだ。まあまあ考えないよね、その子の成長を見ながら、はい、まあ、やっていきましょう。はい、じゃあチャンネル登録といいねもお願いします。お願いします。また見てね。毎週木曜日に綺麗なお姉さんが毎週木曜日は電話番号してくれると思って。うわぁ、なので、木曜日いや、なんか毎週木曜日カレーがあるのか、発酵バターを使った、発酵バターを使った野菜かい、生姜です。へぇ、うまそう、来ちゃうな、これ珍しいですね、野菜カレー、うん、ベニーって。お兄さん、ごめんなさい、金曜日でした。全然修正してください、金曜日、金曜日でした。金曜日に発酵バターを使ったカレーライスか。そうです、そうです。発酵バターですよ。発酵バター、発酵バターって何だったのか。カルピスバターっていう名前。カルピスか、カルピスから出てる現役ですか。本当、カルピスまでの本当。そうそうそう、それが美味しいんだ。めっちゃ美味しいです。はぁ、ここに来ますわ。お願いします。カメラ、電話番号教えてくれます。お姉さんの。で、僕より上ですか。42、僕。おいくつです。それは内緒です。もう全国放送だよね。あのピーだけ入れるんで教えてください。そのまま使えます。